エリーザベト・マリー・ペツネックは、ハプスブルク家の大皇女。愛称は L 字。オーストリア皇太子ルドルフと、ベルギー王女、ステファニーの一人娘。オーストリア皇太子ルドルフとその日であったベルギー王女、ステファニーの一人娘として誕生。母ステファニー皇太子妃と、祖母エリーザベト皇后をはじめとする皇族は、不仲であった。5歳の時に、チチルドルフが、 マイヤーリンク事件にて死亡する。15歳の時に、祖母、エリーザベト皇后が無政府主義者、ルイジルケーニにより暗殺される。最初の夫、夫と17歳の時に夫を追うビンディッシュグレーツ、皇爵と出会い、1902年1月に身分違いの結婚をする。結婚と同時に、皇位継承権の放棄の宣誓署名式を行い、皇室と公式に別れを告げたが、 皇帝の配慮で皇族としての特権は残された。1904年に、長男フランツ・ヨーゼフ、翌年に、次男、エルンスト・ベイリアント、1907年に三男、ルドルフ、1909年に、長女、ステファニーと三男一女に恵まれたが、いつの間にか、夫との間には、隙間風が吹き始めた。第一次世界大戦中は、赤十字の看護婦として、 兵士の看護に当たった。1919年に夫・ヴィンディ・シュグレーツとの離婚調停が始まり、1924年に別居した。法廷は子供全員の親権を夫に与えたため、離婚調停後、エリザベートの元に警察が来て、子供の引き渡しを求めたが、子供を取り上げられることに同情したオーストリア、社会民主党の運動員たちが阻止した。これをきっかけに、 社会民主党の指導者、レオポルト・ペツネックとの同居が始まり、また、社会民主党に入党して、世間を驚かせた。エリーザベトは、世間から、赤い王女と呼ばれた。1938年、アドルフ・ヒトラーによって、オーストリアがドイツに併合された後、1944年8月22日に、ペツネックは逮捕され、ダッハウ強制収容所に送られるが、 1945年6月に解放されてエリーザベトの元へ戻った。エリーザベトは第二次世界大戦中、ウィーンで亡命者の援助などをしていた。1948年にオット・ウィンディッシュイコール・グレッツと正式に離婚し、ペツネックと再婚した。1963年3月16日、エリーザベトは79歳で亡くなった。墓石には、 名前も碑文も記されなかった。また、遺品や絵画はすべて国に寄贈するという遺言を残した。ハプスブルク家のものは国に返すべきという考えに基づいて行ったことだった。ありがとうございます。